ラさん。あらら、どうも入隊希望らしいぜ。このままじゃ勝てねえ。何か秘策を仕掛けなきゃ。もういい、もうよーく分かったから。だから今日はやめにしてお家に帰ろうな、鉄。え、タトリー、もう一本しないくれよ。え、だあ、うるせえ。山崎君、何が起きているんだ。はい、おそらく入隊希望者かと。市村鉄之助という少年とか。市村、沖田先生と試合を。バカが、死ぬぞ。 おい、二刀流だぜ。ほんと面白い子だな。さてどう来るか。君の弟は二刀流か。いや、まあ。あ、励まし。まずは定石、右からの正面狙い。得意は次は左からの胴狙いです。もう終わりですか、鉄くん。まだまだ。構えが変わった。あの構えは天然理心流平成が。よせ、鉄。あ、鉄。負けるのか、負けるのか、負けるのか。しっかりしろ、鉄。おい、くそ。終わったな。いや、まだですよ。まだだ。まだ、負けるわけには。この人は。何してんだガキ。掃除、何度目だ。ごめんなさい。鉄、大丈夫か。素晴らしいぞ鉄之助君、よくやった。君ならばここで立派にやっていけるだろう。ダメだ。なぜだ、トシ。ワッパはいらねえ、弱いやつもな。なんでだよ、俺まだ負けちゃいないぜ。もう一回やらせてくれよなあ。何度やっても同じだ。仇討ちの剣なんぞ身につかねえ。仇討ちの剣。
土方さんに怒られちゃった。掃除、お前はいつになったら見境がつくんだって。危ないやつですよね、私って。気にしてませんよ。っていうか本気で相手してもらえて。鉄くん、誰の仇を討つんですか。なんで分かったんですか。あなたの目、すごく必死に見えましたからね。見えたんです、あなたの顔と記憶の中の目が重なって。俺はなんて弱いんだろう、そう思ったら悔しくて悔しくて。もっと強くなって。そんなに似てましたか、私と君の仇は。仇を討つと言いましたね。そのためなら人すら捨てられますか。そのためなら鬼ですら恐れませんか。倒してみせます。よろしい、それでは良いことを教えてあげましょう。犬の国あたり、島原は場違い屋脇の小道に忍んでごらんなさい。きっと土方さんの言ったことがわかります。綺麗どすやろ、夜桜。どうしても今夜アンさんと一緒に見たかったんですね。そうか、桜は散り際が一番美しいと。まあいけずなお日でも、そういうところが好きどすえ、土方副長。土方歳三だな。だとしたらどうする。悪くねえ。土方さん、なかなかの芝居だったな。許して。惚れた藩士のために。クソ貴様、欲も三つを。鉄くん、怪我はないですか。どうして。すべて分かっていたんですよ、彼ら長州が女を使って土方さんをはめること。ガキ、分からねえなら教えてやる。ここで身につくのは鬼のなり方だけだ。俺は新選組の市村鉄之助になる。